ナメストーン。よろしくお願いします。ごめん。アラミイスティー。きつい部分もあるからじゃなくて、お前が勝手にやってることだから。え、なんなの？シャレコメカーメストーン。あぶねえ。で、あのさ、一回確認し、うん、あの軽くさ、うん、うんこって言ってなかった。どういうこと？最初、俺言っちゃった。じゃいい。おいおい。おい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 渋滞してんだよもうよ、おいいっぱいありすぎてんだよ。お前のその格好とピリつかせとドーハの悲劇。もう今頭わけわからなっちゃってたんだから俺。シャレかな。今日は、なんとですね、カラメストーンが持っているキャップを紹介しよう。はい、キャップは持ってるよ。そう、キャップ、あの、なんか持ってるじゃん。うん、で、ちょくちょく、うん、あのね、あの、キャップの紹介とかしてると思うんですけど、ちょっとね、本格的に、キャップというものに視点を当ててみて、今回やってみようということで。じゃあ、まず、僕から、はい、紹介しようと思います。じゃあ、まずは、じゃあ、こちらですね。多分ね、バッティングセンターの回とかでも、僕多分言ってると思うんですけど、これアメリカンニードルっていうブランド。まあ、アメリカンニードルっていうブランドもさ、最近初めて聞いたけど、うん、それ的にはあれだよね、いろんな多分昔の野球チームとかを、うん、それを復刻させて販売させてる、うん、ブランドで、でこれは昔ね1930年代に、うん、ニューヨークブラックヤンキース、はいはい、アフリカ系アメリカ人だけで形成されたヤンキースっていうのがあって、そこのチームのキャップで復刻される、うんうん、だからさ、そうやっぱさ、このキャップ自体ももちろんこのねロゴとかも、うん、今の、ヤンキースとか違ってまたちょっと違うのまたかっこいいんだけど、うん、アフリカ系アメリカ人だけで形成されたみたいなバックボーンがやっぱかっこいいよね。そうなんだよ。なんかさ、自分も例えばキャップにおいてはさ、うん、なんかそのチームの一員になれたじゃないけど、うん、いう気持ちでこうなんか過ごせるのが、なんかこう自分もこう勇気を湧くというか、だってさ、そのチームって多分もう俺らはもうこれで勝つんだっていう気持ちでやってるわけ、はいはいはい、そうだね、そのリスペクトがね、うん、込みでね、やっぱこのそう、やっぱね、うん、知らないでさ、かぶるのがさ、うん、嫌だよな。嫌だ。なんか俺らとしては嫌だよね。嫌だ。だから全部さ、八木沢さんに教えてもらうね、こういう情報もね。そう、だからもうね、八木沢さんが全部知る、教えてもらって、うわ、かっけえ、買います、だから、そう、うん、ネットでね、買う時代とかが多分増えてきてると思うけど、うん、お店に行って、そういう話込みでお買い物できるっていうのが、うん、今、すごいね、八木沢さんにはそう癒しの時間を。そう、八木沢さん、バックボーンマニアだからさ。もうちょいいいあだ名なかった？バックボーンマニア。BBM。え、八木沢さんって BBM の？じゃない。違うよ。伝説の原宿のレジェンドの店員さんだから、いやー。八木沢さんがすごいだけで、俺らは何もすごくないから。あのさ、八木沢さん情報で言うとさ、八木沢さん情報じゃないんだけど、うん、バイトをさ、うん、できればしたいねって話してたよね、昔。え、マジで？してたじゃん。え、副業したいねみたいな。副業じゃなくて、バイト。キャシディでしたいね。あ、俺らがね、うん、そうできるならしたいよね。したい、うん、あんな神様みたいな店員さん、服のことも何でも知ってる店員さんと一緒に働いたら、うんうん、多分本当に1ヶ月一緒に働くだけで超経験値上がる。そう多分見る機会も増えるじゃん、八木沢さんって今こういうことやって、うん、こういうのも全部教えてくれるし、うん、でもう一個、これも多分俺何回かぶってるわ。あ、多分コンビニ行こうの回でかぶってる。あ、まあまあかぶってる、うん、これもね、逸話がやっぱ好きで買っちゃって、はいはい、ブランドエベッツフィールドフランネルズ、これも珍しいんだよな、ここの裏側が革になってて、うんうん、そう、裏側のここが革になってて、でさらにここの緑がかっこいいわ、このツバの裏側は緑の感じ。そう、これってさ、ここがすごい昔古さを出してくるやん。ねえ、なんで俺が喋ったツバを俺の服で拭いてきてんだ、そこの腕についたツバ、ちぇちぇ、ごまかされないよ。いいよ、その説明教えてじゃなくて、一回こうなすりつけられてるからね、ツバを。これがね、エベッツのやつなんですけど、メイドイン USA、これも。で、エベッツっ
USA だよね、うん、でこれの逸話としてはジョー・ルイスっていうボクサーがいて世界チャンピオン、うん、で防衛も、うんうん、でそのジョー・ルイスが街に貢献するため、うん、それボランティアみたいなので、うん、ソフトボールチームを作った。そこのソフトボールチームのキャプテン。で俺ボクシングやってたから、そういうボクサーの魂と、そうだね、でさらにその俺前の動画も言ったけど俺 B 型なの、うん、もうこれ絶対買うしかないじゃんっていうので買いました。なるほど、うん、バックボーンね。バックボーン大事だから。バックボーンが大事。とにかくキャップって特に大事やね。なんかめちゃめちゃ大事ね。一番大事かも。一番大事かもキャップってな。なんだろう、こうやっぱ脳に近いからかな。脳に近いからもうね、人間ってさ、うん、表情そんな急激に変わんの。こうやってやってたんですけど俺人間ってすごいなと思ったもん今。あ、見たってこと。見た、人間の凄さを見た。見たんだ俺に。あとはもうちょっとさらっとさらっと紹介させて。もう一個紹介するの。じゃあ俺萎縮して。俺じゃあ1個しか紹介できないよ。違う違う、1個しか紹介できない。田中にやってもらえ、うめえこと。うまいこと尺のあれは。もうささらっと、これはもう完璧。鹿島アントラーズ、僕、鹿島アントラーズ好きなんで鹿島アントラーズのキャップをもう買いました。これかっこいいね、はい、もう今ちょっとコロナでうまく試合見に行けてないので、これをかぶって、試合を見に行くことが今の夢です。はい、次あなた、あなた。はい、これはこれもキャップかぶったまま喋ろうかな。アントラーズのこちらです。おお、出てきたね。これエベッツ。はい、これね、キャシリーって買った。ああ、なんとですね、うん、私も全く同じを持ってるんですね。そう、そう、ね、忘れるの橋本という芸人もいるんですけど、うんうん、それも持ってます、うんうん、3人、うん、かぶんねえな。俺今日キャップかぶんないから。なんで？上あのグリースつけてるから、うん、ここついちゃうの嫌なの。だからまあこうすることはできるよ。情けねえよ、ファッションチャンネルでよ。なんか合成みたいななんかやってさ、これもね、うん、一個一個ね、チェックの感じが違うんですよ。で、お互いね、俺これーとか言って、そうそうそう、で、橋本もいて、うん、俺はじゃあこのチェックみたいな、うん。で、楽しい時間を過ごしながら買いました。うん、そういう思い出あります。これいいよな。はい、これね、うん、ダッフルコートとかにめっちゃ合うのよ。めっちゃ合う。あのね、この冬の素材。そう。あ、なんて言うんだっけ、この素材。フランネルジ。フランネルジ。フランネルジ。うん、これがまたダッフルとの相性抜群なんですよ。うん、はい、じゃあ次。うん、こちら。あ、超いいそれ。羨ましいわ。これはね、通販で買ったんだけど、うん、最終的には、うんうん、これ八木沢さん、キャシディの八木沢さんが、うん、昔かぶってて、うん、店内で、店内でね、でその時すげえかっけえなって思った。でももうなかったんです、店には。売り切れちゃったんだよね。そう、よくあるよね、そのパターン。でこれを八木沢さん曰く、うん、これをかぶって近所の公園に遊んでってたら、うん、超別れされたみたいな。ああ、あと怪物くん。あ、そうだ、うん、怪物くんみたいなこと言われた。怪物くんの帽子だみたいな子供に言われたって、うんうんうん、っていうエピソード覚えてる。今モノマネ今。そう。いや、本物の怪物くん来てる。え、じゃあ八木沢さんって怪物なのかなって思っちゃうよ、これ見てる人は。怪物。いや、そうよ、ファッションっていう意味では怪物よ。うんうんうん。だからそのリスペクトで、うん、もうあれが忘れが忘れになんなくて、もう本当に大好きだからね、俺ら八木沢さんの。かっけーってなって、もう必死で探して、うん、で会って、うん、もう見っけた。これさ、一個言っていい？うん、これ被ってなくない？被ってない。そう、だから俺が被んなくなったのレイジに行く流れがあるじゃん、うん、俺見てんいつも。あれ、こいつ半年以上あれ被ってないぞ、俺の手元に来るのはもう近いぞと。聞いてるね。あ、ごめん。もう次の帽子来てるから、はい、次の帽子行け。ラスト。はい、ラスト。これもかっこいいな。今日は3つずつっていうあれ、うんうんうん、ダートマス大学の帽子です。いやー、かっこいい。なんかさ、うん、スウェットはさ、うん、あのハワイ大学とか紹介したこともあったけど、うん、今回はダートマス大学。そう、ちょっと緑系が俺好きで、あの迷彩に合うね。そうそうそう、よく着る迷彩に、うん、それに合わしたいんで、うん、で、ヤクザさんに、うん、に合わしたいんで緑のこの帽子買いますって言ったら、ヤクザさんが、うんうん、抜群です。もうさ、うん、その一言出たら買わないわけないもんね。そう、ヤギ沢さんから抜群ですとか、うん、すごいかっこいいとか言ってくれるじゃん、うん、あれが出たらもうさ、ピューイーいや、ほんとそうです。それ抜群です。ピューイーよし、二度やるもんじゃない。俺、一回目は恥ずかったんだから。あ、そうだ、これやんねえと、うん、じゃいいよ、それ。ということで、今回こういう風に紹介しましたけど、うんうん、やはりね、
我々がキャップを選ぶ基準としましては、うん、まあデザインももちろんそうだけど、うん、そのキャップに込められたバックボーン、うん、ストーリー、うん、これを重視してね選んで、そうだね、でまだ、今回紹介できなかったものもあるんで、うん、それは次回以降紹介していきたいと思います。ということで今回はここまでです。アラシャーン。